この頃なぜシベリアが人口も多く文化的なリーダーシップをとっていたのかということを考えますと、生活の基本がどこに置かれていたかによって規定されていたと思われます。旧石器時代、日本列島はシベリアと深く結びつくマンモス動物群、それから中国と深く結びついた高度地帯の動物群を飼っていたということが分かっております。特に旧石器時代の後期はシベリアのマンモス動物群というものが食料において重要であり、寒冷であるシベリアにおいて大変広大な高原があり、そこにマンモスやヘラジカの資源が多かったというふうに考えられます。それがシベリアがこの当時は一つの文化的なリーダーシップを持っていたというふうに考えられる大きな理由であります。旧石器時代が終わる非常に大きな契機は、このような大型動物が絶滅したということであります。気候変動によって大型動物の資源の状態が悪くなり、人類がそれを狩る圧力を高めたということが絶滅した理由であったと考えられておりますが、旧石器時代が終わった日本列島には大きい動物といってもツキノワグマ、それからニホンシカ、カモシカ、イノシシなどの中小型動物の世界になっていくという、これが生活が激変していく大きな背景であります。今から1万年余り前に出来上がった新しい環境の中で繁栄したものが日本の縄文文化であり、東北アジアのシベリアに代わって日本の縄文文化は最も栄えた狩猟採集の文化になったというふうに考えられます。